NHK をぶっ壊す。もうこれ NHK の稲葉会長もアホすぎますね。昨日ですね、 NHK の中で会長会見をしてます。まあ NHK の会長の記者会見ってやるんですけど、もうそもそもメディアが入れないんですよ。あの大手のメディアしか、フリーランスとか僕とかしか入れないんですよね。でそこで何を言ってるかって言ったら、東京都知事選挙の政見放送でですね、こんなことして問題ないのかと、もう意味がわからないですよね。受信料批判法に抵触と NHK 会長。受信料批判法って何それって話ですよね。そんな法律勝手に作んなよって話ですよね。受信料批判法に抵触と NHK 会長。NHK の稲葉会長は7月24日の定例記者会見で、7月の東京都知事選挙の政見放送で、政治団体 NHK から公民を守る党の候補者が NHK の受信料批判を繰り広げたことについて、選挙で選ばれて仕事をしようとする人が法に触れるようなことを喧伝するのは問題ないのかと述べた。問題ないじゃない。何が問題あんのよこれ。 NHK に金払う人はバカって書いて。ちなみに、候補者は政見放送で NHK に受信料を支払う人はバカであるなどと発言。稲葉会長は NHK との放送受信契約は放送法で規定されているとし、政見放送は選挙のあり方に関わるため国会での議論が必要だが、法を破ることを推奨する発言はいかがなものかと語ったと。あのね、法を破ってるのは NHK の方でしょうか。あなたたちはこれまでね、受信機の設置日全然欠かさずに、あるいは嘘をついてですね、欠かしている。もう他にも山ほど言いたいことありますよ。何よりも 78% の人しか払ってないんでしょ。どうして残りの 22% の人に裁判しないの、あるいはスクランブル放送したらいいじゃん。で、我々はね、話し合いしようって何度も言ってるじゃん、稲葉会長。僕だけじゃなくて、NHK にお金を払ってない人をこの参議院会館に呼ぶから、NHK の会長さん出てきて直接話しませんかと。まあ、いきなり会長さんっていうのも申し訳ないから、NHK の役員や職員の人、話し合いしましょうって何度呼びかけてるんですか。あなたたちは国民の声を聞くとか、受信料制度をね、説明するとか言ってますけども、そもそも話し合いの場に出てこないじゃん。誰が NHK の受信料払うかよ、そんなんで。納得できる説明をすりゃいいじゃん。どうしてスクランブル放送しないのか。どうして、ね、みんな払ってないのに、払わない人にまで放送電波を届け続けるの。なぜ年間で140件しか裁判しないの。払ってない人1000万件も超えてるのにね。このままいったら7万年かかるのよ、全員と裁判するのに。そういうこと、いろいろと聞いたことあるんですよ。なぜ NHK の会長の年収は3000万を超えてるんですか。 NHK の職員の平均年収は1500万円もあるんですか。どうして NHK の集金にはあんな怖い人をいっぱい採用したんですか。聞きたいこと山ほどあるんですよ。だから話し合いしようとしよう。で、国会では NHK にお金を払わない人にはちゃんと説明すると、強制的に裁判なんかしませんと、強制となる裁判なんかしませんと言っときながら、ね、うちの斉藤健一郎参議院議員に対して裁判してきた。でも裁判してきたら今度契約書には嘘の日付、契約書の変造までやってるじゃん。あのね、言ってることとやってることがむちゃくちゃなの。だから今回ね、これ稲葉会長、これあなたたちは政治にそうやって口出しをしていいの。もう別に口出ししてもまあいいでしょう。でもこういうね、我々がまるで受信料、ほら、放送受信契約をするなとは言ってないんですよ。 NHK と契約した上で受信料の不払いをしようって言ってるんですよ。だから NHK と契約する人はバカって書いてないでしょ。 NHK に受信料を支払う人はバカだと思います。最高裁だって契約は義務だけど支払いに関しては義務じゃない、5年間過ぎれば時効が成立するって最高裁の第一小法廷で判決出てるじゃん。最高裁の判決が5年以内に裁判をしない NHK が悪いって、契約するなと我々言ってないですよ。契約して不払いしよう、そしてちゃんと契約をして個人情報を出してね、
住所や名前、電話番号を出して NHK と堂々と話し合いをしてですね、NHK に対して国民の怒りをぶつけていこうとしてるだけなんですよ。テレビがないって嘘をついたりとかね、とにかくお金を払いたくないから契約したくないとか、そういう卑怯な人を集めてるんじゃないんですよ、我々は。NHK ととことん話し合いをしてですね、お互い変えれるとか変えようって言ってるわけですよ。なぜスクランブル放送しないの？なぜ全員と裁判しないの？なぜテレビを買うときに契約の義務をしないの？いろんな方法があるじゃないですか。NHK 見たくない人の権利はどうなの？電気、ガス、水道、電話、こういった公共サービスはお金を払わなきゃサービス止まるんでしょ？ NHK がどうしても必要だったら、税金払わなくてもやってくる救急車やパトカーと同じように NHK の受信料も税金で賄えばいいんじゃないんですか？そういったことを話をしたいから、まずは NHK に受信料を払うことをやめれば NHK と話できるじゃないですか。だから NHK に受信料を払う人はバカですよと言って我々の考えを知ってほしいと思って、政見放送にお金を出してちゃんと法律に基づいて我々はやってるんですよ。それをさもね、我々が違法行為、 NHK から国民を守るとか違法行為してるかのような記者会見、しかもね、フリーランスも入れずにですね、ね、その読売新聞とかね、読売新聞、いわゆる読売新聞の社説、お前らむちゃくちゃやん。NHK から予算金儲てるもんな。NHK の海老沢会長は読売新聞の顧問やもんな。読売新聞がやってることむちゃくちゃじゃん。もうこれ読売新聞の記事俺、ツイッターのトップに貼ってる、固定してるけども、NHK の契約して受信料払わない人っていうのはめっちゃ増えてるんだよね。契約までは義務だよ。でも支払いは任意だからね。でその任意の支払いをしない人が、何万増えてるのかね。これが20年末が104万世帯、とにかくですね、払わない人、契約して払わない人が約100万世帯増えてるんですよ。でそれに関してはもう間違いなくね、我々は契約をして不払いしましょうっていう合法的な不払いの方法を進めてるんですよ。で NHK から裁判になったら我々の党で、私の個人的な資産あるいは党のお金で払うと、ちゃんと宣言してるわけですよ。で4年間で100万人の契約が減ったり、4年間で約100万人の不払い者が増えたという記事を書いてる、このね、NHK と全く同じ一体運営をしている読売新聞は、その理由、契約者数が減ったとか、受信契約をしたまま不払いをしている人が、ね、この5年間で100万件も増えた。その理由について、NHK から国民を守る党の影響だとか、立花孝志が国会議員で当選したとか、一切書いてないんですよ。お前ら真実伝えようって気にないだろ。NHK が読売新聞さんよ。だから NHK なんかにお金払うやつはバカだって言ってるんですよ。これね、 NHK に相当苦情がいったと思いますよ。もちろん払ってる人からしたら、 NHK にお金を払ってるのに NHK のテレビの出てる人から NHK に受信で話したらバカやで、お前らアホやでって言われてたら、それ NHK もね、言い返したくもなるでしょ。でも我々は事実を言ってるだけですよ。でそもそも政治家なんていうのは今ある制度を変えるためにやってるんですよ。だから皆さんが受信料を払わない、これは国民の権利ですよ。契約までは義務、支払いは任意にしてですね、国は NHK にも国民側にもどちらにも偏らない方法を取ってるんですよ。もし支払いが義務だったら契約の義務なんかいらないじゃん。テレビがあるだけで支払いの義務を貸してしまえばいいんでしょ、税金みたいに。税金は契約なんかせずに、もう税金払わなきゃすぐに差し押さえされるでしょ？契約書いらないじゃないですか。NHK の受信料って特殊な負担金として、契約は義務だけど支払いは任意。契約しない人は20年でも遡って3倍の料金取られるんでしょ？時効もないし割増金3倍。でも契約して不払いの人はお金を払ってないだけ。契約はしてる人は、最大5年で時効を迎える違約金もない、いわゆる割増金もない。こういったことを我々はちゃんと正しい情報を広めている。おそらく稲葉会長はそんなことも分からずに NHK の会長になったんでしょうね。そして部下たちから正しい情報がもらえずに、立花が言ってることを、 NHK から国民を守るところが言ってることがおかしいんだ、一生懸命
自分たちの言うことしか聞いてくれない記者の前で喋ってるんでしょうけどね。ぜひね、我々 NHK から国民を守る党の議員や人間、そして NHK に受信料を支払っていない頭のいい真っ当な国民の声聞いてみてください。我々いつでも NHK に受信料を払ってない人をこの参議院会館に集めます。場合によっては NHK の渋谷の放送センターへ一緒にね連れて行きます。 NHK の会長、稲葉会長、ぜひね、国民の声、 NHK に受信料を支払わない国民の声聞いてみてください。以上です。最後に NHK に受信料を払したバカということをお伝えして終わります。 NHK をぶっ壊す。